本日は保護者の大学受験12回目ということで、九州大学についてお話ししていきます。九州大学の学部についてや入試、あとは就職、オープンキャンパスなどの日程についてお話ししていきます。九州大学は福岡県に本部を置く国立の大学です。略称は九大です。1863年に設立されて、黒田藩医学校三生館を起源とするものです。2003年には九州芸術大学と統合されました。2018年には競争学部を設立、2018年9月には伊東キャンパスへの移転が完了しています。この学校は2011年に100周年を迎えた学校になっております。学部に関しては全部で12学部あります。伊東キャンパスは競争学部、文学部、教育学部、法学部、経済学部、理学部、工学部、農学部、また病院キャンパスというところに2年次以降の医学部、歯学部、薬学部がございます。大橋キャンパスは2年次以降の芸術工学部になります。1年次は基幹教育というものを全学部で実施します。こちらは伊東キャンパスで行われます。では入試について見ていきます。入試は一般的な国立大学と同様に、受験方式、一般入試、前期日程、後期日程、また AO 推薦入試が行われております。一般入試はセンター試験と二次試験の合計点で合否判定が行われるもので、配点の割合は二次試験の方がかなり高いという言われております。前期日程の医学部生命科学科と、後期日程の理学部物理学科、地球惑星科学科、生物学科、また後期日程の薬学部、創薬科学科、臨床薬学科は面接もあります。ではセンター試験のと、二次試験の配点の割合についてざっと見ていきます。文系の学部ですが、競争学部は少し特徴がありまして、センターはこちらの500点満点の計算ですが、二次試験は国語ではなくて小論文で採点されます。また数学、外国語ということで合計700点のところを配点になっております。文学部に関してはセンター試験が250点満点のところ、二次試験は500点満点で計算されますので、大体倍の配点割合になります。もちろん二次試験でも数学が必要ですので、文系といえどもそちらは必須の科目になってきます。同じく教育学部に関しても数学がありますし、法学部も数学の二次試験に数学があります。経済学部も同様ですね。はい、続きまして理系の学部です。理系の学部はほとんどがセンター試験が450点満点の配点のところ、二次試験が理科数学外国語の700点満点というところになっております。で、薬学部と芸術工学部、あと農学部に関して少し配点が違いますが、科目数に関してはほとんど変わらないので、受験に関してはそちらをまたホームページなど見て確認していただきたいと思います。九州大学の第一段階選抜、足切りですけれども、薬学部以外の学部で実施されます。倍率によるもので、2019年度の入試に関しては前期の医学部の入試、後期の薬学部で実施されました。また AO や推薦入試に関してです。 AO 入試はほとんどの学部で行われておりますが、経済学部、医学部医学科、生命科学科、薬学部、工学部では実施されておりません。学部により提出書類、センター試験の有無が異なりますので注意が必要です。推薦入試に関しては競争学部のみ、提出書類、センター試験4科目、プレゼンテーション、面接で選考が行われます。それでは就職について見ていきます。就職は約半数が大学院へ進学いたします。就職希望者のうち 75% が一般企業、 15% が公務員、 2% が教員というデータが出ています。
今年度のオープンキャンパス学園祭についてですが、オープンキャンパスは8月3日の土曜日に伊東キャンパスで行われます。そちらが競争学部、文学部、教育学部、法学部、経済学部の文系の学部が8月3日です。8月4日の伊東キャンパスでは競争学部、理学部、工学部、農学部の理系の学部のオープンキャンパスが実施されます。また大橋キャンパスでも8月4日に芸術工学部のオープンキャンパスが行われます。学園祭は10月の12日土曜日と13日日曜日になっております。続きまして留学制度について。留学制度も様々なプログラムがあります。九州大学交換留学プログラム、こちらは九州大学に在籍したまま協定校で1年以内の1学期または複数の学期を履修する、単位も交換できることがあるというプログラムです。短期留学プログラム、または海外の大学等が主催する短期留学プログラムというのがあります。全体的に一般的には九州圏での就職に強いと言われています。伊東キャンパスが新しくなり広くてきれいということです。平成30年新設の競争学部、以前は21世紀プログラムと呼ばれておりましたが、こちらが特色ある教育を実施しているというところでしょうか。最後に学費について。国立大学ですので他の国立大学と変わりませんが、念のため、お話ししておきます。入学金は28万円、検定料は1万7000円、年間の授業料は53万5800円、4年間で約214万円になっております。以上、本日は九州大学についてお話しさせていただきました。本日もご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、現役予備高校士監修のもと、大学受験の過去問や勉強法などを随時配信予定です。Twitter でも受験生へ向けた情報を発信していきますので、チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローをお願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。